前回の動画では式同士の加減、加法減法、足し算引き算についてやりました。この中でも分配法則の中で出てきましたんやけど、今回の動画では式のかけ算に入っていきたいと思います。情報と呼ばれるものです。かけ算はちょっと難しい言い方をすると、情報やね。割り算、情報っていうのもあるんやけど、 中学校の数学でやった通り割り算は掛け算に変えてあげることができる掛け算で表すのが普通なので今回は情報についいて扱っていきます。そしてこの文字式のかけ算情報の計算の時に大事になるのがこの決まりです指数法則というやつです。 え、そんなん聞いたことないよって言われるかもしれんけどまあこれは普通に考えたらわかる法則ですなんかこういうふうに書いてあるから余計分かりづらくなったりするんやねそれぞれ順番にこの法則どんな意味か確認をしていきたいと思いますえ、まず指数ってそもそも何なんかってことやねんけど指の数やねそら5本やんって思うかもしれんけどこの数学でいう指数は何かっていうと 5の2乗とかさ4の3乗とかこの何乗って言うてる数あるやんかこれのことをまあ類乗と言うんやけど2乗3乗4乗とかの数を類乗っていうんやけどここのちっちゃく書いてある数が指数ですなのでこのちっちゃく書いてある類乗の計算についての決まりのことを指数法則と言うんです大丈夫かな それじゃそれが分かった上で123の決まりやねんけどまず1つ目一つ目の決まりは A の M 乗と A の N 乗をかけ算するとそれは A の M プラス N 乗になります。うんよく分からんね。これを MN に具体的な数字当てはめてみると分かりやすいんです。A の3乗 ×A の2乗がありました。 それじゃあこれはいくらになりますかって言われたらいくらやろ ?A の何乗になるんやろねちょっとわからん指数法則は忘れちゃったって思うかもしれんけど落ち着いて考えてください。A の三乗って a かけ a かけ a のことやねんな。A の二乗って a かけ a のことやねんな。ってことは A の三乗かけ a の二乗って a かけ a かけ a かかけけね。ってことはこれはいくらになる、A、の五乗やななので一時これえええってたくさん書いてたらちょっと大変やからもう計算する時はここだけ見たらいいよねと。A、が三個かけてある。A、が二個かけてある。それの掛け算なので結局、A、は五個かけてあるから。の五乗になりますよねと。 三足す2にしてあげればいいよねっていうのはこの一番の意味なんです。なので例えば A の四乗かける a の例えば七乗出てきても A の四足す七で十一乗とすぐに計算することができます。これが指数法則の一つ目の意味です。こういうふうに丁寧に考えてあげるとそれぞれの式意味が分かりやすいと思います。そしたら次今度は やっぱり分からんね。なのでここはまた3と2でやってみよう。a の3乗の2乗はいくらになるかこれを書き方を変えてあげると A の3乗っていうのは A×A×A やねんな。これが2つあるっていうことなのでどうなるでしょうかっていうと a かけ a a 掛けこれが二乗されているのでこういうことやね。こういうことやね。ってことは a 全部でいく姿。もつやね。なのでこれは A の六乗になります。つまりその部分の数を見てあげると三かける二してるよね。さっきはす二したけど今度は三3 ×二しています。六乗になっていますよと。 なので a の3乗の乗乗と言われたら3け2の6をこの指数に書いてあげたらいいんです。だから a の先と同じで4乗の7乗が出てきたらどうなるかっていうと a の4乗 a が4つがそれが7個もあるのでで、28で a の28乗になるんです。これが指数法則の2つ目になります。 それじゃ最後、指数法則の三つ目です。ab の n 乗は a の n 乗、b の n 乗になります。まあこれはパッと考えたら、この位置に分かっていたら分かると思うんやけど、具体的に考えてみると、ab のじゃ二乗がありましたよと。これはどうなるでしょうかっていうと、ab っていうのは a かけ b のことやな。これの二乗やねんから、 a、b、a けけけ b b のことやね。そしたらこれは順番入れ替えてあげると a, a、b、b ですかけ a 掛けけけ b b 算を順番入れ替えても変われへんから。ってことは a のの二二乗乗を b の乗になってるよね。これは分かりやすいんじゃないかなとイメージしやすいし間違えにくいんじゃないかなと思います。これが指数法則の三つ目になります。 こういう風に具体的な例があれば分かりやすいと思います。なのでちょっと分かんなくなった時指数法則はどうやったかなと思った時はこの具体例を思い出すようにしてみてください。それじゃ早速計算問題行ってみましょう。指数法則を使った計算全部で4つです。まず1番。3x²×4x² これはどうなるかっていうと。 まず数字の部分は普通に計算したらいいよねなので三四十二です。そしたら残りは x x のの二乗乗かける四これはどうなるでしょうかっていうとさっきやったね掛け算の時は指数の部分を足し算してあげたらいい x 二つと x 四つなので x 六つなるよねと十二 x 六乗ですちょっと位置がおかしくなっちゃったけどこれねこれが一番の答えです。 それじゃ二番。今度は指数法則二つ目です。マイナス三 a 二乗なってます。あ、四乗。マイナス三 a 二乗の四乗なってます。どうなるうか。まず数字の部分は普通に計算したらいいので、マイナス三の四乗。こっちの方がむずいな。サザンが9とサザンが9やから、八十一やね。そしてマイナスが四つ。 偶数回繰り返されるので、マイナス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 だから、プラスになるへんな。なので、プラスの81。そして、文字の部分は、A の二乗が4乗あるので、この時はどうやったかこれとこれはかけ算になるねんな。2乗が4つあるから、全部で8つに A はなります。なので81、81A8 乗です。次、3番。今度は、うん。 掛け算の形やね。なのでどうしたらいいかというとまず数字の部分マイナス4マイナス1ってことやからマイナス4やねそして A と B を合わせてあげるんやけど1番と同じで掛け算になっているから A は A 同士です B は B 同士で数を数えてあげたらいいです。A は2乗と1乗やから A は3乗です。 b は2と3で b の5乗です。足し算してあげたらいいね。この何も書いてない時は1乗なのでちゃんと1を足すようにしてあげてください。最後4番。-3x3 乗乗乗の3乗ですこれはすごいね。これは3番の形と2番も合わせています。どうなるでしょうか。まずは数を計算しよう。マイナス3の3乗なので差算ン学。 三二十七三乗やからマイナスは残ってマイナス二十七やねそして x 三乗に三乗それぞれにかけてあげるっていうのが三番の決まりだったので x 3の三乗の三乗は x の九乗やね大丈夫かなそして y の四乗の三乗は気をつけてくださいここ掛け算です四乗が三つあるってことやから試算十二 y の12乗です。4番の答えはマイナス x の乗乗 y 12乗になりました。ちょっとこうやって計算してるとあれ足し算やったかな掛け算やったかなって忘れてしまうんやけどねそういう時にはこの具体例と一緒に指数法則というのを思い出すようにしてください。文字式の掛け算でした。